晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ今夜も佐渡島からお送りします。はい、おさむございますですということですね。あったこうなってきたかなと思うとまた真冬に逆戻りして、まあ昼間から冬、雪が降ったり、まあ猛吹雪みたいな感じの、まあ強風警報、暴風警報が、佐渡市には出ておりますがそんなところでも唯一の楽しみというと、俺の唯一の楽しみは、夜一っぷろ浴びてからの、まあこんな酒をちびちびやるっていうことだけでしょうか。そんなことはねえかもしれませんが、まあ今日はまず初っ端にこれをマノズルの超辛口プラス21ってやつを缶して飲んで、ちょっといい色になってきておりますが、こういう缶をしながら飲みながらちょっとふと思い出したことがあるんですけど、まあこれを作っとる人が言うとおりまして、まあチーズにこういう蜜のような甘いものをかけて、ワインとか日本酒によう合いますと、そういうことを言うたもんですから、今日はクリームチーズ、ちょっと固めになってきておりますが、このクリームチーズにこの怪しげな茶色いドロッとしたもの、全然怪しいはねえんですけど、発芽玄米飴ソースって書いてありますけど、普通とんかつかなんかにかけるようなソースではなくて、蜜です。本当に米の甘みをギュッと煮出して凝縮したドロッとした米の蜜を、チーズにかけて酒のつまみにするということを今日は、2杯目からの楽しみとしてこうやります。ジャンとこういう感じでドロッとしたやつが、うわーね、戻れとかけまして、蓋をしてバンバンします。でスプーンでこうかき取って、蜜と一緒にチーズを食べると、チーズの酸っぱみとこの米の蜜の甘みがなんかちょうど中和するような感じでよろしいようです。で最後にこの酒で、燗した酒なんですが、ちょっと泡じゃね、湯気が立っとるの分かりますか。お、あっさりしとる。当然です。あっさりしとる。当然です。プラス21。日本酒度プラス21の超辛口。あっさりしておりまして、生酒の香りがこう鼻から抜けていくと。チーズの香りと、この水飴の蜜の甘みの、っていうかなんか香ばしさが一緒に混じって鼻から抜けていく。あらま、なんか一つに混ざって完全になんか消えていきました。どんな、超辛口のマノズルのこのプラス21の綺麗の良さがみんな流してくれたような感じで、スーッと口の中からの落ちていきました。はい、いいな、これはいいわ。チーズとこの蜜、チーズと蜜を超辛口で流し込む、これ最高のパターンじゃねえでしょうか。これを缶したやつです。超辛口の缶で流し込む最高のパターンだと思います。蜜どもえじゃねえけど、本当に何だろう、三位一体素晴らしい、3つの
一期一会の一号と一会でした。はい、ということで、佐渡伊藤酒店晩酌一号一会、ちょっと名古屋になりましたが終わります。おいしい。